はい、チムチャンネルです。本日は4月16日20時57分からです。はい、本日の1000円貯金やっていきたいと思います。はい、本日の1000円はこちらとなります。はい、本日の1000円入れていきたいと思います。213日目ですね。はい、213日目の1000円貯金完了でございます。本日はちょっとやってみたいシリーズ、この郵便貯金のですね、こちらの封筒、もらってきた封筒にこの213枚の千円札が入るのか、やっていけたらと思います。ちょっとやってみましょう。厚み的にはこんな感じでございます。はい、それでは入れていきたいと思います。これは無理ですね。無理でございました。でちょっと100枚 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と入れていってみたいと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。100枚ではどうでしょう。100枚は入るでしょうね。ちょうどいいぐらいでございますね。はい、ということでこちら郵便貯金のこちらの袋にはですね、だいたい100枚ぐらい、そうですね、のお札がきれいに入るということが分かりました。はい、こんな感じでございます。ちょっと200枚はやっぱりどうやっても入りそうにないですね。頑張っても難しいかな。はい、っていう感じでね、ちょっとやってみました。はい、それでは本日の1000円貯金終わりたいと思います。それでは皆さんまた明日、バイバイ、お疲れ様でした。いいね。また明日ね。